あなたのキャリア応援団仁愛大学キャリア支援センターですキャリア支援センターでは7名のスタッフで学生の進路就職サポートに当たっています神大生のキャリア形成を日々応援しています今日は6つのキーワードからキャリア支援の魅力をお伝えしますキーワード1就職率99.6% 2019年度の就職率は99.6%仁愛大学の就職率は毎年全国平均より常に高い数値を維持しています細かい内容を見てみましょう人間学部では大学卒業後学科で身につけた知識や個人の能力を生かして販売・営業職など 人と接する仕事や事務職など幅広い業務を行うまた心理学科ではその専門性をもって社会福祉専門職としての福祉の仕事に就く先輩もたくさんいますそして人間生活学部では資格に直結した 専門職の就職が多数ですが大学での学びを生かし一般企業に就職する人も非常に多くなっていますその特色として健康栄養学科ではサービス業や医療福祉子ども教育学科は教育学習支援業医療福祉の分野が多くなっています。就職先などさらにに詳しいいことについては 仁愛大学キャリア支援センターのホームページに就職実績を掲載していますのでぜひ確認してみてくださいキーワードに充実のキャリア支援プログラム高い就職率の秘訣の一つは4年間を通したキャリア支援プログラム仁愛大学入学当初から学生のキャリア形成を支えるその学年時期に応じたプログラムを展開していきます就職活動本番を控える3年生からは キャリアガイダンスや就職活動支援企画を毎週のように実施、企業人から直接業界、企業の動向についてお話を伺う業界研究セミナーや、先輩の成長した姿から意識を高める内定学生交流会など、バラエティに富んだ企画を用意しています。また、インターンシッププログラムを実施し、人間学部3年生を中心に毎年90人が参加するなど、就業体験の後押しにも取り組んでいます。 キーワード3、きめ細やかな個別支援。学生の皆さん、一人一人の適性や希望に応じた進路選択ができるよう、きめ細やかな個別支援体制を整えています。3年生になると、全員対象にキャリア支援センター専任スタッフとの進路個人面談を実施、その後も継続的に相談を受け、より良いキャリア形成のサポートをします。また、 就職活動本番の時期には、大手就職支援サイトとタイアップ講座も実施。それと並行して、履歴書の添削、面接、グループディスカッションの練習など、一人一人のニーズ、目標に合わせて、私たちスタッフが個別に対応します。この個別支援体制が、仁愛大学キャリア支援センターの魅力です。キーワード4。 高い専門職就職率。人間生活学部健康栄養学科では、管理栄養士、栄養士として、子ども教育学科では、小学校教員や幼稚園教諭、保育士として、在学中に取得した資格を活かして就職していく卒業生の割合が、毎年約6割から7割と高くなっています。 人愛大学キャリア支援センターではこれらの専門職への就職支援として現場で活躍する専門職の先輩を招いた社会人講演や卒業生の交流会を開催していますまた人愛女子短期大学と合同で私立幼稚園民間保育園 合同説明会を実施するなど、専門分野での就職を目指す人材生のバックアップ体制を整えていますキーワード5資格取得支援教員公務員採用試験対策日照簿記・リケールマーケティング販売など社会に出て役立つ資格の取得を目指して講座を開講しています。また、教員員や公務員採用試験を 目指す学生に対し、ガイダンスや模擬試験などの受験対策、小論文や面接などの個人指導にも力を入れるなど支援体制を整えています。これまでに福井県の正規教員として50名を超える卒業生が採用されました。また、昨年度は教員・公務員合わせて27名の先輩が現役合格を果たすことができました。 今後も学生の皆さんの夢や希望の実現に向けて、より一層支援体制の充実を図ります。キーワード六高い地元定着率。仁愛大学の卒業生は毎年七割ほどが地元北陸への就職を果たしています。中でも昨年度は八十五パーセントもの卒業生が地元北陸への就職を果たしました。来年には開学から二十年を迎える仁愛大学。 今では3500名を超える卒業生を地域社会に送り出しています。そして、その多くが地元社会で活躍しています。毎年、学内に150社を超える企業をお招きして開催する学内合同業界研究会では、仁愛大学の OB、OG もたくさん来てくれるようになりました。今では、仁愛大学卒業生のネットワークも生まれているんです。仁愛大学キャリア支援センター、センター長の松田です。 私たちキャリア支援センターは多彩な能力スキルを持った職員教員で構成されています管理栄養士栄養士の奥山、はい、幼稚園教諭保育士の稲田、はい、公務員教職のスペシャリスト藤沢、はい、オンラインのスペシャリスト赤田、はい、ナイスフォローなー井原氏 グローバルな山内、はい、私たちキャリア支援センターは人材生の進路を切り開く強力な応援団ですあなたのキャリアを応援できる日を楽しみにお待ちしております君は人じゃない